石上やかつぐは、奈良時代後期の苦行、文人。生は、石上や孫、後物の部屋孫、石上大や孫。左大臣、石上丸の孫。中納言、石上四つ丸の子。官位は、小蔵位、大納言、蔵政二位。天平商法三年十五位下に少女し、自部所優に任ぜられる。天平商法九歳、十五以上、相模神に助任されると、 天平法治3年、三河守、天平法治5年、和佐守と、藤原仲間の政権下で、地方官を歴任。また、同年、検討福祉に任命されたが、党に渡ることなく、翌天平法治6年、藤原伝呂に交代して辞任している。検討福祉を辞任した理由は明らかでないが、親仲丸を派官人である大使、中井氏とも及び法官。 中富の高氏と中継区との間で、剣東士の方針に関して何らか対立があった、可能性が指摘されている。天平法治七年文部大輔。藤原少なまろ、最近今盲人、大友やかもちと共に、当時の権力を握っていた大使、大市、恵美吉勝を除こうとして失敗。天平法治八年正月に、多在小児に左遷されるが、同年九月に発生した。 藤原中丸の乱により、恵美吉勝が失脚すると、八カ具は復権し、同年10月生後以上、日立守に除任された。その後の同教政権下では、順調に昇進し、天平神後元年14位した、中英中将、翌天平神後2年には、三義として苦行に列し、同年生4位下に少女。神後慶文2年には、十三味に除せられた。 神語慶運四年、聖徳天皇の法御に際して、三義として、藤原長寺と共に、公認天皇を擁立する。公認朝でも徴用され、法規二年中納言、法規十一年には大納言に昇進し、右大臣、大中富清まろ、内大臣、藤原浦和に次いで、大上官で、第三位の席次を占めた。また、この官大卒、四季部教、中塚左京。 皇太子風を歴任する一方を、法紀六年、物ノノ村、法紀十年、石神大ア村に改正している。天皇元年四月に、正三位に除せられるが、同年六月二十四日皇居。最終官位は大納言正三位県式部教、即日正二位の理解を送られた。臨終にあたっては、白草とするように遺言し、時の人々は、やかつぐの死を悼んだという。 ソマの内科僧墓湿度怪獣武道橋天理大学、附属天理遺産交換展示。墓の所在は明らかでないが、ソマの内科僧墓に否定する説がある。ソマの内科僧墓は、奈良時代頃と見られる墓で、仮想骨と銀星冠座しを収めた機質と怪獣武道橋一面が検出されている。仮想墓の規模、構築方法、成功な怪獣武道橋の湿度の点から、 当時行為にあった、統治関係の人物として、石上や勝つが想定される。懸命で悟りが早く、立派な用紙をしていた。また、発言や振る舞いに、落ち着きがあり、みやびやかであったという。経書、歴史書を、大変好み、幅広い書籍に通じていた。また、文を作ることも好み、草書、霊書とも上手であった。監視人でもあり、 風景山水に出会うたびに、自分の主題とした。数十種の漢詩や、符の作品を表して、世間に広く伝わり朗賞され、渓谷集にも作品が収められている。大海の御船と並んで文人の筆頭と称された。仏道にも通じ、浄妙行山、念仏御降山を表している。旧宅に、阿祝寺を混流し、その片隅に諸子を設け、これを運庭と名付け、主として、 仏教経典以外の書き物である外典を一般に公開した。この運転は日本最初の公開型の図書館とされており、家用とヨトシもここで学んだ。やかつぐが没した頃にはまだ存在していたという、俗日本記による、そ麦の内科相墓に関するカテゴリありがとうございます。